はい、皆様、こんばんは、本日も宴チャンネルの時間がやってまいりました。さて今回は、福岡を代表するお酒の一つである田中65ですね。この田中65を醸しています、福岡糸島白井敏三さんにやってまいりました。はい、司会はですね、私、荒笠酒造の佐藤祐介が、本日も担当させていただきます。本日も実に豪華なゲストがこう集まっていただきました。はい、まずはですね、私の隣にいらっしゃいますのが、白井敏三の顧問をやられておられます、勝木慶一郎様でございます。勝木様はですね、佐賀の名城蔵東一の製造部長を長らくご担当されまして、九州全体の酒造りを指揮統括されておられました。私も大変お世話になっております。はい、今日大変私も緊張しております。先生はですね、退職後は、鴨志木徳平次、そして沢谷松本など、名だたる蔵の顧問を歴任されて、なぜかこちらにおられると現在は白井敏三の顧問をされているんですね。非常にちょっと田中君は羨ましいですね。素晴らしいと思います。勝木先一言いただけますでしょうか。皆さんこんばんは、勝木です。まあ、田中勝則さんにしても、平次さんにしても、松本平次さんにしても、実はそのご頂戴にいるときに、研修でですね、酒造りの勉強に来てたと、そういう関係で今ここに私がいるわけであります。はい、勝木先生はですね、非常に長らく、日本酒業界の第一線でお仕事されてまいりましたので、今日いろいろね、質問したいと思います。私も勉強させていただこうと思っております。よろしくお願いします。はい。次ですね、こちら、大人気銘柄、耳ごすぎ、こちらを醸す奈良の今西酒造の今西正之様。よろしくお願いします。皆様、こんばんは。先週に続き、先週鹿児島、まあ、今週博多ということで、毎週のように宴に出演しておりますが、奈良県で三室杉を醸す今西でございます。本日は福岡の名酒田中65の魅力を存分にお伝えしたいと思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、次ですね、こちら現在大人気の産砂を醸しておられます、熊本の花の花酒造の、神田清隆さんにもお越しいただきました。はい、熊本県で産砂と花の花を醸しております、花の花酒造の神田でございます。うちの宴の時にはですね、田中君にもですね、いろいろと飼育員だったりね、農家さんに扮していただいたりとか、非常にですね、うちの蔵にも何度もですね、来ていただいて本当にお世話になって、おります。今日は素晴らしいお酒のですね、テイスターとしてお邪魔させていただきました。本当にこの魅力をお伝えできるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、そしてですね、本日のホストの、白井敏三の8代目、田中勝則さん、今日は、おめでたいお酒を出してくれたそうでございますけど、はい、ちょっと一言いただけますでしょうか。はい、皆さんこんばんは、白井敏三、田中勝則と申します。そして佐藤さん、今西さん、神田さん、そして勝木先生、今日はわざわざお越しいただきありがとうございます。まあ、皆さんと共にですね、この金賞酒に取り組んだ、まあ、この経緯をですね、この、まあ、短い時間ですけれども、皆さんに少しでもお伝えできればと思いますので、楽しんでいただければと思います。本日はよろしくお願いします。はい、本日も視聴者の皆様には、日本酒か本格焼酎、こちらを飲みながら、このひとときを楽しんでいただきたいと思っております。ここでですね、本日、9時から、この後ですね、宴のサイトで、発売いたしますお酒、こちらの方をですね、使って我々も乾杯させていただきたいと思います。はい、どうか皆様も、お手元にですね、お酒ご用意いただければ幸いでございます。はい、こちらのお酒ですね、これから詳しく説明いたしますけれども、田中65ではなくて田中35ですね。はい、田中35という酒でございます。はい、精米部は 35% なんですけど、それだけではなくてですね、この田中65と同じようにですね、
9号という非常に素晴らしいクラシックな酵母を使って、全国新酒鑑評会をなんと2年連続取った、素晴らしい、ありがとうございます。さあこちらで乾杯を したいと思います。田中君、一声お願いいたします。はい、では皆さんご唱和ください。チャンピオン、チャンピオン、チャンピオン遠慮の気持ちがない。じゃあ田中65が大好きですというね、はい、うん、うまい、おいしい人が書き込んでおられますね。皆さん乾杯、ありがとうございます。素晴らしいですね、うん、はい、いや、これは素晴らしいお酒なんですけれども、このお酒で、単にね、実は田中君だけが一人で作ったというんじゃなくてですね、実はこれ、カモスに至った、面白いバックグラウンドがございます。ちょっとそのあたり、神田君は2年目ですね。そうですね。ちょっと神田君から、このプロジェクト、はい、説明していただけますでしょうか。はい。あれですよね、本当、やっぱ技術の研鑽という部分もこうありつつ、非常にこう難しい、この9号酵母ですね、はい、純米で、金賞を目指そうという取り組みをです、ね、2年前からスタートをして、はい、なかなかちょっと私はですね、うちの蔵は、そこに及ばずなんですが、あれですね、ゆうすけさんと佐藤さんと、私とで、田中さんとあとあれですね、富田さん七本ですかね、七本やりね、スタートして、やらせていただいて、なんとですね、本当に田中君が2年連続取られて、我々はちょっとですね、敗北をしている感じなんですけども、本当にやっぱり非常にその難しさっていうのをですね、今日は、ご視聴されて皆さんにそれをお伝えできればなと。うん、で、このお酒の素晴らしさっていうのが、うん、伝わればなというふうに、思ってます。はい、ちょっと2年前ですよね。一般的にはこの9号酵母というのは市販酒ではまあまあよく使われる酵母でございますけれども、いわゆる全国新酒鑑評会のようなコンテストではですね、あまり評価されないというか、ほとんど全く評価されない酵母ではあります。はい、ですが、市販酒と同じお酒でこういう新酒鑑評会に出すっていうことをですね、一つの技術的な練習、技術の研鑽として、あえてその酵母を使って、しかも純米ですよね、はい、うん、純米作りの9号酵母で頑張れば、果たして新酒鑑評会の金賞を取れるのかどうかっていうところで、スタートしたのがこの勉強会だったと思うんですね。なお私の蔵はですね、まあ、どちらかというとオブザーバーでございます、うん、というのはうちの蔵は6号酵母、はい、6号酵母と9号酵母って勝木先生どっち取りやすいですか、金賞。 むしろどちらも取りにくいんだけど、どちらかどっちかというと取りやすい方、まだ9号ですよね。まだ9号ってことは僕の方が難しい取りあれ今日は佐藤雄介の会議だったんですか、それは。こちらもね、まあ、すごく似たような方法ではあって、非常に不利なことは確かなので、私どものクラブも私のね、荒政も参加してみんなでね、うん、日々物見がこうなったとかね、こんな工場を作った、じゃあこうしろあしろってアドバイスしながらね、こうやらさせていただいているので、みんなね、やっぱりこれのプロジェクトを通して相当酒造りは結構向上したんじゃないですか。うん、今西君は今年から参加ですけれども、どういう感じでした？はい、そうですね。まあ、うちに関しては、2年目からの参加ということで、で、実は私は去年までは、うちはすべてこう9号酵母で酒造りをしているんですけど、はい、唯一この出品種だけ、うん、酵母、いわゆる18酵母。1801酵母。香りが高く出る酵母ですね。はい、で、まあ、アルペンでのこう出品を、ずっと長らくしてまして、はい、まあ、その時にもやっぱりうちも5年連続金賞とかですね、しっかりとアピールするね。しっかりとこうアピールをさせていただきながら。その栄誉を捨てたってこと？あ、それをもうやめて、で、今回やっぱり三室杉らしい酒造り、やっぱり9号の酒造りなので、うん、でその延長上でしっかりこう金賞を取りたいと思って、この皆さん果敢に挑戦されてらっしゃるこの場所に加えさせていただいて、はい、で初年度を迎え、うん、5年連続で、ね、5年連続で取ってて、はい、でそれでいざ9号で、まあ順当にいけば取れるんじゃないかと思いつつ、そうですね、成り物入り、自分の気持ちでは成り物入りな感じでこういたんですけどね。
はい、まあ、その結果、今日はもう、まあ、置いときましょう。今日置いときましょう。はいはいはい、今日、田中65の回なんでね。今日田中君はですね、去年金賞を取ってるんですよね、はい、去年もね、その金賞の貴重な作業この宴で販売させていただきました。で今年もですね、金賞を取ったわけですけど、それ以前っていうのは出してなかったんですか、はい、出してなかったですね。出してない、はい、まあなんかこう話の中で、まあそのシングル公募で、うん、まあやろうっていう風になって、まあ僕が帰ってきて12年目の、うん、11年目でみんなでやろうってなって出しそうですね。じゃあ帰ってきてから何年になるんでしたっけ。今期13作り目になりますね。それで去年までは、去年というか、まあ、まあ、2回前までは1回も作ったことなかった。作ってなかった。まあ地元の白糸というので、うん、まあ、まあ、出品企画のものでは作ってましたけど、はい、実際の出品はなかった。なかったですね。それで突然、はい、じゃあやるかとなって9号工房10枚作って、はい、パンパンと2回連続で撮ったと。そうですね。簡単に思えるんですけど、そんなに簡単じゃないんですよね。それでちょっとこのプロジェクトで、ね、やったお酒がどんなものかっていうのをちょっと勝木先生がいらっしゃいますので、一緒に皆さんで読み解いていきたいと思います。はい、それではプレゼンの資料をお願いいたします。はい。質疑をお願いいたします。これちょっと見にくいんですけどもね、ちょっと皆さん、目を凝らして見てください。先生、ですね、こちら入賞酒の成分値一覧表なんですよね。まあ、こう見るとアルコールが 17.3% 結構高いし、ね、これアルコール添加するのが大半だからということですよね。はい。酸度がこれですね、1.27 なんですよ。これってやっぱり普通こんなに低くならないですよね。多分これもアルコール添加してて下がるわけですよね。まあ、基本的には出品時だから酸は少ないんでしょうけど、まだアルテンの方が多いでしょうね。うん。そしてですね、あと下から2番目ですけど、カプロン酸エチルっていうね、ちょっとこちらのカプロン酸エチルっていうちょっと高貴成分ですけど、ちょっと日本酒も関しては、はい、ちょっと難しい言葉なので、ちょっとこの香りについて説明をいただけないでしょうか。まあこの香りについてはその賛否両論あるんですけど、私たちその酒屋がですね、追い求めてきた香りではあるんですよ。うんうん、9号系の酵母っていうのが一時期非常にたくさん入賞した時期があるんですけど、それは今までの6号7号に比べてカプロン酸がやっぱり倍ぐらいできるという、 3ppm 近く出ると、うん、熊本高校全盛の時代があるんですね。うん、その後、月経館の特許によるその香りが出る酵母というのが普通に使われるようになった。はい、ですから私が前にいた東市でも平成の初めから10年間ぐらいで金賞を9回取ってるんですけど、すごいですね。それは要するに、この9号でですか。9号で、9号です。私がその関係している酒屋さんというのはもちろん田中さんのところも松本さんのところも芸人、うん、さんも全部9号系なんですね。うん、だからまあそういう点ではその9号で金賞が本当に取れたと、はい、久しぶりに取れると確実に取れるということはですね、はい、私にとっても、ね、非常にこう目の覚めるような思いとかね。うん、そうですね。これ今おっしゃられた通り、その YK35 って時代でしたよね。9号が使われたのは昭和の終わりぐらいでしたっけ。昭和の終わりから平成の10年ぐらいまで、ね、そうですか。はい。まあ、その頃も頑張ればカプロン酸エチルってこれはなんかデリシャスリングとかパイナップルとかね、ちょっと甘い感じの匂いですけど、うん、そうですね、これまあ頑張れば 3ppm ぐらい出たと。出ます。今はですね、そこまでローせずして、大体これ、これは令和1年度の成分値一覧表なんですけど、これの入賞酒ですね。入賞酒ということは、これ金賞と金賞が混ざっているということですけど、要するに何らかの賞に金か銀に引っかかったところでのお酒は、これは 7.4ppm 出ていますけど、当時のね、2倍以上は優に出ているわけですよね。はい、まあ、こういう中でですね、酒造りがガラッとその9号でなくなってしまっているわけですね。現代の酒、はい、コンテストのお酒に関して言えば、はい、ちょっとそれをもう少し細かく見ていきたいと思いますね。これが出品酒の成分の平均値の一覧の推移なんですけども、もう平成5年ぐらいになりますと、あ、違うんだ、平成10年まではカプロン酸エチルの項目がない。じゃああまり
そうなんだ。本格的なのは平成15年とか。そこが出てからですね。ああ、そうですか、はい。長野県の高校がやっぱり一時代を設計して、ものすごい量が出るようになったわけですよね。はい、それから結構だんだん増えていってですね、まあ、平成29年の時には 8.9ppm とものすごい香りですよ。これはもう、本当に香水のような、はい、感じに、はい、香りが立ちますね。それで、この R1 年度ね、つい一番最近資料が出てるのはこの R1、令和1年度なんですけど、これでまあ 7.4 に下がってますけど、基本的にはやっぱりかなり高い。この香りが入賞種の平均なので、要するにこのぐらい香りが高くなると、到底取れんということですよね、普通に考えたら。全国検証は、その的を当てるっていうことが目的だから、はい、その狙ったところにピンポイントで、行かない限りなかなかその的に当たらない、検証にはいかない。9号で出すってことはこれ後ろ向いて投げるとかそういう感じですけど相当自殺行為ですよね、開けて賞を取るということで言えばやっぱり一番考えないといけないことはその検証を取るということの一つの目標は正しいんです、技術の計算としては、ただ私たちが検証を取ってた時代っていうのは、はい、市販で飲む酒と金賞酒は非常に接近してたと、今はまた乖離していると。そうですね、要するにコンテストのこのようなお酒と実際に普通に飲む酒というのはどんどん離れていると気は確かにいたしますね。はい、これね、本当にここが結構僕にとってはこの賞を取るためにすごい気にしているところなんですけど、これですね、この出品酒の酸度が結構大変でですよ、1.5、 だいたいその入賞酒の平均がこれ 1.25 なんですよ、でこれはですね、普通に市販のお酒って言ったら酸度は多分 1.5 はありますよね、普通は 1.4、 1.5 とか普通の大吟醸クラスでも確実にそのぐらいあるんですけど、これをアルコール添加するとすごく低くなって 1.2 とかなるわけですよ。ここの平均値がこの 1.2 と 1.3 のものすごく細長いところに酸を入れないとこれ取れないってことなんですよ、この表は。だから普通に作った純米大吟醸とか 1.5 あるのが普通なので、ただ 1.5 を超えてしまったらどうなるかというとですね、これは全体、入賞酒が、全体で800点ぐらいあるじゃないですか。で入賞酒で例えば半分ある、400何十ある、その中で入賞、それでその3が 1.5 以上で入賞したやつが10個ぐらいしかないわけです。で金賞となるともっともっと少ないんですよ。なので普通に作った純米酒を作るとまず 100% 受からないと、その特にですね、要するにアルテンしない純米ってものが厳しい。それから酸が出る酵母、要するに6、7、9とかはより難しいということになるんですよね。それと9号で作るとその春先っていうのが非常に厳しいんですよ。9号の酵母っていうのは秋上がりって言って、荒っぽいですね、話が。秋口になって初めて酒が丸くなるんですよね。ですから審査が新酒環境会の春っていうのは非常に厳しいと思います。厳しいんですよね。ということで、やっぱりこの9号とか1桁酵母というクラシック酵母って使われてないわけ、実際に。これは使用酵母比率なんですが、これ平成5年の時には協会9号と、その仲間のね、泡なし、901合わせて 60% 以上占めてたのが、今ですね、一番最近の R1 の結果だと、1%。ないですね。はい、1% です。はい、でこれにはもう6号とか7号とか書いてないですね、これですね。パーセンテージに入れられないぐらい低いというか、6号1しか、出してないようなものだし。なのでですね、いわゆる香りを強く出さないようなクラシックな酵母は、これ合わせても 1.3% とか、そんなレベルですよね、10号とか14号とか入れても。で今主流になっているのは香りが高くて酸が低くなるという意味では、このカプロン酸塩基高生酸性香り系で、これね、今西君が使ってた18号、はい、これは今現在全体の 37% が使っている、
もうほぼほぼですね。ほぼほぼです、うん、はい。あとですね、下の方に、名医っていうのがあってね、これも香り高いところですね。14代ですよね。はい、14代さんの名医ですね。それで、その他っていうのは、これは多分ご当地のカプロン酸エチル酵母でしょうね。ご当地の工業専従でしょうね。はい、18号とかね、そういう協会酵母をベースにして、ちょっと改変を加えられたご当地の香り系酵母ということでですね、9号で作るってこと自体、それをさらに10倍で出すってこと自体、相当大変なことだということがですね、お分かりになられたかと思います。精米具合はだいたい平均で 37.7%、ほとんど 35.4% ですね。それで、品種は山田にして、はい、山田です。はい。だから YK35% 未満の山田って部分は、まあ、結構一般的なものに近いですけど、酵母が9号でアルテンがされてない純米だってことです。はい。これアルコール添加種がどのぐらいあるかってやつですね。これアルコールの添加量がゼロっていうことは、先生これは純米ということになります。はい。残りは全部何かしらの形でアルテンされてるんですが、アルコール添加量がなし、純米酒っていうのは全体の850点ぐらい中の216点ですから、4分の1以下ぐらいですかね。25% が純米の酒っていうのが増えましたよ。それ増えましたよね、うん、はい。私記憶にあるんです、私が蔵に戻ってきた十何年前ほとんどなかったんですよ、はい、ほぼ僕が県で天の戸と内部だけが2軒だけ純米というレベルでしたね、うん、20007、8年、8年、9年とか、うん、はい、これかなりでも4分の1ぐらい増えてきたっていうのはすごいいいことですよね、うん、技術的にトライを皆さん頑張ってやられてるということですね。はい、ということでですね、はい、ここに集まったお二人の方も頑張ったんですけど、うん、頑張ったんです。神田君の結果はどうだったんでしたっけ？まあ入賞もできませんでしたけども、入賞によって言えってことは銀賞にもならずに、そうですね、はい、1時で、はい、一時のね、そうですね、予診と決心、2回の、はい、テストが行われるんですけれども、うん、1審目の予診で落ちると、もう完全に落選で、はい、そうですね、橋にも棒にもかからないという、そうですね、予診を見事クリアして、決心に行きます。決心で落ちると、まあ、銀賞みたいなものですね、うん、はい、入賞に入ります、うん、銀賞。で、決心でもいい評価を取りますと、金賞。うん、だから出品したお酒の4分の1が金になって、また4分の1が銀になって、で残り半分は落選となってしまう、うん、ただまあですね、一生懸命花の香さんも三室杉さんも大変頑張りました。やっぱりですね、この酸をですね、こう、そうなんです、ね、コントロールするというのは非常に難しいですね。難しいです、はい。これですね、資料を見ていただけると分かる通り、まあ、もう一番典型的に我々の9号とか6号と、うん、カップ系のお酒を使ったものの違いは、まず何といっても当然カプロン酸エチルの量です、うん、1.9 ですね、田中35は。 1.9 ってどう見ればいいでしょうね、数値的には。まあ9号だと普通でしょうね。9号だとまあまあ普通です、はい、一応花の香さんが 2.2 って微妙にね、誤差の範囲ですけど、うん、ちょっと、うん、で私の6号もまあまあ 1.7 って出てる、うん、三室杉さん全然出てないんです。これちょっと測り間違いじゃないですかね。これ州総合研究所から送られてる。あ、そうですか。そうですか。間違いない。3度ですね、これ。これ、まあ、死者誤入しで、入賞種、平均で金、銀で 1.28 とかなんですけど、これおそらくですけど、金と銀、入賞で、どっちも入ってるんだけど、金の方が低いですよ、ね、おそらくは。金だけ取ったら、多分 1.2 割る可能性もありますよね。うん、はい、うん、そんな中で、9号を使って10枚の田中君はですね、なんと 1.3、入賞時と同じぐらい低い、うん。これちょっと考えられないんですよ、僕としては。こんなに低くなるって、うん。酸が逆に高くなる要因というものは、どういう状況でしょうか、ね。まあ、もちろん、酵母の代謝によって作られますから。はい、酵母の数なのか種類なのか、うん、ということになってくるとね、うん、じゃあ低温でゆっくり発酵させたから低くなるということですよね。
ただですね、昔からいい酒を作るためにはどうすればいいかっていうのは、それも基本的に簡単な3つしかないんです。いい酒を作るために大事なことは3つ。うん、1つは米を選ぶ。米を選ぶ。ですから、基本的には山田錦というのが一般的によく使われる。うん、2つ目がですね、はい、ある程度ですよ、ゼロとかね、ある程度、やっぱり白を白くする。磨く。はい、そこはやっぱりお米の中のいろんなその工場を作るときもそうなんですけど、はい、栄養分っていうのはある程度減らしてあげないと、酸が増える。酸が増えるね。要するに磨く、よく磨いた方が、精米分が低い方がいいんですよね。うん、それと3つ目がね、今の人がほとんどね、あんまり理解してないのが、カスをたくさん出すとか。はい。カスを結構出す方がいいと。いや、もう昔から白が白くするのか、黒いんだったらカスをたくさん出すか。よく聞かれるのが、この精米、100精米分はイコールカスがいいって聞いたことあるんですけど。うん、だからそれだと銀ぐらいでもっと大きければ、もっと出すわけ。うん。だから70ぐらいは出さないと。そう。ちょっと、これ、田中35ってこれカス分はいくらでした？73%。73% なんだ。今西区何パーセントでしたカス分は。40。40。うん、うちもそうですね、40前半ですね。いや、うちも40割るぐらいなんですよ。無理ですね。取りすぎたんだ。そう。あ、そうなんだ。それ今初めて聞いた。まあ、なんで、その、酒造りって普通の、その、飲まれる酒と出品酒の一番の違いっていうのは、ええ、今は審査の方法も少し改善されて、香りの順番に並んでるんですよ。ええ、それと、甘さの順番に並んでるんですね。うん、ですから、その中で、その、引き当てようとするとどうすればいいかというと、最終的にはですね、人間は香りは分からなくなるんですよ、あんまり。うん、で、あと味なんですね。味ですね。綺麗さって言ってもいいし、味の綺麗と言ってもいいんですけど、すっきりしてる、うん。それを望もうとすれば、精米場合はほぼ35ぐらい、もうそれ以下になると麹ができませんから、うん、35とすれば、あとは粕をどれだけ出すかです。うん、溶かさないっていうのが基本です。結構ですね、アルコールもちょっと高めにした方が有利でしょ、実は。うんうん、ね、味が深くなれるから、うん、そうですね。でもあんまり引っ張ると今度ね、こぼしるし、はい、なんかそういうふうにいろいろやってて、もろみが長くなると、ちょっとカスが少なくなってですね、うちの場合はこれ出品酒は全然市販酒よりもカス少ないんですよ。カス減るんじゃん。出品酒の数減るの、うちの場合なんか全然違うんですよ。意味わかんない。40、普通に俺市販酒って数60以上出てる、うん。出品のとこになるとちょっと40ぐらいになっちゃう、突然。うん、だからアルコール度数が高いね。まあまあ。でもだいぶ違うね。まあ、始まる前にみんなで話してたんですけど、ええ、その酒造りの基本っていうのは長谷先生は、はい、その原料に勝る技術はないって言うんですよ。原料に勝る技術はないですね。それはどういうことを皆さんイメージするかというと、多分米のことしか思って頭にないんですよ。これは実際そうじゃないんですよ。原料の一番多いのは水なんですよ。水か。うん。なぜかというと、その麹とか麦芽もそうなんですけど、醸造所の中でワイン以外の、まあ、ワインと、うん、ワイン以外の、ね、ビールと酒は、うん、水の中で麹が働くんですよ。はい、だからその水に対してその自分のところの仕込み水に対してその酵素の効き方がどうなのかと力化ではないんですよ。だからそこがもう一つのポイントなんですね。自分のところの水に合った麹を作らないといけない。原料というのが水も米だけではなくて、むしろ水の方に着目しなきゃいけない。一番多いですよね。はい。そういう意味でもね、やっぱ田中君の水っていいみたいですね。ちょっとぬるっとするんだって。そうですね。アルカリ性なんですよ、ね。ぬるっとするって。松本さんとこの水もね、はい、伏見の水もいいんですよ。ああ、秀彦君のね、沢山さんとこの水、ね。どういう特徴があるかというと、なかなかひねないんですよ。酒がひねない。まあ、色がつかないんですよ。それ単純に軟水じゃなくて。多分、何かあると思います。何かある。ただし、これですね、本当にこの酸度 1.3 って非常に低くて、ちょっとそれはこの田中65だけの特徴じゃないかな、田中さんの蔵だけは。いや、それとね、もう一つ私たちが戦ってた時代と、ええ、田中勝則さんがね、はい、ブレイクするっていうか、その頭一つ抜けた理由っていうのは、はい、なるほどなと感心した点があるんですよ。はい、
昔からね、才能っていうかね、センスがあるんですけど、酒造りに。その、9555を使うっていう条件がありますよね。はい。で、その次に、その数をたくさん出さないといけない。うん。もう一つ、その、どこに問題があるかというと、はい、その、アミノ酸も少なくしないといけないってわけでしょ。はい。0.7 か8ぐらいです。うん。なおかつですね、あの9号酵母の特徴であるその作ったすぐに粗いんですよ、うんまあ、アセトアルデヒドの関係もあるんですけど それをマスクするためには甘くないといけないそうですねはいそうすると私たちの時代と今が一番違うのは香りの酵母の欠点をなくすためというか改良するために、はい、麹も私たちが使っていた時代とは違うんですはいはい多分ハイジーとかね、うん、薬液とかいろいろあるんですけど、うん、酵素をたくさん作る種麹を使ってると、はいはい、それは一つですね、うん、それとやっぱアミノ酸を減らそうとすれば、はい、当然 ACP が絶対少なくないといけないんですあの、アミノ酸を作る酵素ですよね、作らなくすると、はいそれとアミノ酸を作らなくするのと同時にあの麹菌っていうのは酵素も作るんですけど、一次代謝生産物という酵素ですね、はい、二次代謝生産物というのがそのチアミンとかビタミンですだからその酵素力化だけじゃなくて、うん、その麹具合というのが一つの問題点が一つそこにあるのと同時に酵素を作らせようとすると、うん、お米の中に菌糸が入っていったその米の中の分にしか酵素はないんですね。外側に白く見える分には麹の酵素はあんまりないんですよ、うんうんうん。と同時に、酵素を作ろうとして菌糸を伸ばしていくと、自分の体を作るためにせっかく精米したんだけど、脂肪とかなんとかを自分で合成するんですよ。はい、だから菌体量というか、風回りが少なくないとダメなんですよ。このあたりを田中君は、無意識にやられてるんですよ。そうですね、意識的にやってるとはどうも思えない。私が組み立てるとそうなるんです。そうなったらどうすればいいかというと、材質時間を短くしないといけないんです。それはまあ製造の方ですね。うん、だから理屈を組み立てると、の理にかなってるわけですね。取れるべくして取ってるんです、うん。取れるべくして取ってるんだ、彼は。うん、いや、だから6号でも十分いけると思います。そうですね、昔何度か取ってるんですけど、ここのところね、うちはですね、山田じゃなくて佐久古町で、あと主母木本ですから、一つ多めに。二、まあ、つぐらいレベルが高いと思うんですけど、だからその普通のお米でも、はい、そのいわゆるあまり伸ばさないということになると問題が少なくなるんですね。そうですね、ちょっと私でもね、そこかな。で皆さんもね、一人ともちょっと今の先生の話聞いて考えることあったと思います。いや来年の課題ですね。うんうん、そうですね。はい、で結局、はい、こちら、次のやつ。はい、金賞見事取られます。おめでとうございます。新酒鑑評会のあれね、広島でございますね。七本屋ですね、次で、ね。ちょっと残念です。なんか何もかかってないです。何もかかってないね。何かかかるんですけどね。何か勝負取ったら。あ、三室杉もかかってないですね、何も。あれそうでしたっけ、かわいそうですね。はい、次。あ、なんかうちのクラウド先では何か金色じゃないけど銀色のプレートがかかってるじゃないですかね。はい、次ですね。はい。あ、ごめん。鼻の輪が抜けてた。鼻の輪もかかってなかった気がするんですね。はい、それでですね。わざわざ写真撮って。それ俺が撮りましたから。このプロジェクト終わった後にね、みんなで、はい、金賞取ったくらいにこう、おめでとうございますと、ひれ伏すために、はい、旅行に行って、金賞取ったくらいにね、残った、落ちた人間にみんな接待するっていう時に。何人いるんですか、ですメニュー、メンバーは、この4人プラス、七本やりです。はい。5人です、ね。で、みんなで行きました。松本君も入るよね。松本君9号だからね。あ、純米だから。松本君いいですね。ちょっといい。はい。松本秀彦君ね。水はいいです。水もいいから、いけるかもしれません。でも北海道に行きましたね、今年はね。はい。はい、
それ行くところに行くときにですね、あのね、富田君が私の車を、ええ、富田君が私の、あの、私一緒にレンタカーを運転して北海道旅してたら捕まりました。めちゃめちゃ面白い。いつ金融違反で捕まっちゃうとか、ええ。はい。すぐお金取られてましたね。はい、で無事にこうみんなに着きまして、北海道で、金賞の勉強会やりましたね。はい、勉強会をテイスティングして、はい、ああ、証拠をしよう。こういうことでね、あの勉強会総括もすべて終わって。その時の話はどうだったんですか？もっといい話ありました？いや、まあ、今日のお話みたいなまともなのは出なくてみたいな。そうですね。ぶち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 一番の山場は富田さんのパトカーが見えたそうですね、本当におめでとうございました。でずっとでね、非常にレア中のレアですね。しかも2年連続取るってことは、2年連続取るということは、まあ、マグ僕は正直去年マグレだなと思って、あの結構ビギナーズラックある方なのに、またビギナーズラック出たかと思ったら、2年連続ということで、素晴らしい、ちょっと恐ろしい。でもともとセンスのある方だと僕は思ってて、付き合い長いんですけどね。そうですね。僕自分から帰る直前から帰ると一緒だったんで、そのセンスはあるなと思うんですけど。さてですね、ここで、はい、ティースティングに移りたいと思います。はい。はい、ちょっとこちら皆さんノートいただきまして、今日はテイスターが、今西君、それから神田君のお二人ですので、はいはい、ちょっとバッチリとですね、お願いします。ね、本当に一緒にみんなで作った作業ですから、まずもう乾杯の時から飲んでるんですけど、うん、もう香りめちゃいい。まずこの時点で、白桃、メロン、淡いメロンかな。うん、白桃みたいな、そんな香りがあって。で、口にね、含むとね、すごいきめ細やかな、もうシルクみたいなこう粒子になった液体がサササササーっと入ってきて、そのままふわっと中央的に膨らんで、スッと消えていく。うまいこと言った。台本書いてきたっすね。今まで飲ましてくれんかったよ。いや、でも本当、丸いですよね。丸い。今の、先ほど勝木先生がおっしゃったように、やっぱちょっとね、9号って荒々しいところがあったりとか、本当に酸がね、やっぱ立ちやすかったりとかするんですけど、やっぱそういったものが一切なくて、うん、ものすごく丸い。で、本当ピュア。綺麗ですね。うん、本当に綺麗です。今温度上がってるけど、全然ね、全然、うん、全然崩れないで、うん、ですごくキレもいいしですね。はい、うん、なんか即上元作りの作りの最高峰がこうピュアさを求めていく酒造りなのであれば、うん、本当そこの最高地点にいるようなこの透明感が感じられるような、ね、そんなお酒ですよね、うん、本当にね、素晴らしいお酒だっていうのをぜひなんかね、飲んでこれ味わってほしいですよね、本当に。うん、いや、びっくりしましたね。素晴らしい。雑味が強いので、うん、甘みも本当に素晴らしい上質なので、うん、これは基本的にこの手のお酒ってこのぐらいのレベルだから、いわゆる香り系の中にずらってあっても、うん、審査員はタイプが違うけども、これはタイプが違うけども、うん、酒として本質的に素晴らしいと思ったからこそ多分点を入れてるんだと思うんですよね、うんうん、勝木先生、これ往年の昭和の終わり頃の YK35 の時代ですよ。例えば、カモツルさんとかですよね。そうですね。東一さんも当然、そういう群雄割拠の、9号、前世華やかなりし頃の YK35 のお酒と比べて、このお酒ってどんな、多分、頭一つ抜けてると思います。あの時代よりもさ、先生知ってるんだから、先生知ってるんだって、そうですね。あの時代のお酒って、ちなみに YK35 って、表現するどんな味わいだったんですか？いや、まあ、その、ある程度イメージ的にその定番っていうのがあって、まあ、カムズルさんが一つ の標準スタンダードだったんですけど、うん、もっとね、味があるんですよ。そんなはずですよ。だって、当時の僕、白見たけど 1.5 とか6とか当然普通にあるよ、ね。3ね。1.6 ぐらいあるんですよ。酸味がないと飲めないんですよ。なるほど。これは酸が低い分、甘みがあるって、うん、その非常にまろやかとか、その割に口の中でスッと。なくなるんですよ、ね。はい、そこがやっぱり一つのカスの多さでしょうね。なるほどね。ちょっとあれだと綺麗さっていうか、そうです。なんかいいお酒って本当この膨らみからこっからのフェードアウトまでスーッとこう消えていきますよね。この何のよどみもなく。
なんか思うのはやっぱ水なのかなと思う。そのテクスチャー的にそのねっとりっていうところが、うん、まあうまくバランスが取れてこう丸くなってんじゃないかなっていうのは、まあなんかこううちで酒を作ってて、うん、まあその感じる部分なのかなと思いました、ね。特にこの間自分のところの水嫌だって一瞬言ってたよ。うん。ねっちょりしてるんです。なんかよく言うのはこう水がウェットっていう表現するんだけど、でもこの水で取れてるわけだから、おそらくやっぱり水って絶対動かせないし、うん、この水は他の蔵使えないわけじゃん、うん、っていうことはやっぱりここやっぱり、うん、なんていうの、これこそやっぱ田中君のお酒の最大の意義なんじゃないのかな、うん、これがやっぱりこういう高生博の高級酒で行った時に最高にマッチするっていうのは、うん、俺は素晴らしいことだと思うんだよね、うん、そうですね。いやー、これは、最後にちょっと勝木先生、もう一回ちょっとテイスティング、ちょっとテイスティングしていただいてですね。先生、一人飲み。コツコツ飲んでましたね、さっき。私もじゃあ。はい、なんかね、乾杯の時から今の今までずっと僕は、この、聞いてますけど。本当崩れない。香りのバランスがですね、要するにこの9号昆布とか6、7、9の一桁昆布というのは、まあ、カプロンサイチルって華やかな甘い香りじゃなくて、どちらかというとちょっと攻めないの匂いもするようなね、バナナ攻めないみたいな、うん、酢酸イソアミルって香りが主体なんですが、それがちょっと強すぎるとちょっと辛辣というか、ね、攻めないっぽい匂いを感じられるんですけど、これはですね、全然そんなことなくて、うん、このいわゆるカプロンサイチルの香りってそんなないんだけど、僕はちょっと感じるんですよ、うんうん、それとそのバナナのような色が合わさって、単純にカプロン酸エチルだけが突出しているよりも香りとしてこちらの方が僕は格上だと思う。複雑で、それとね、いつも気になるんですけど、こういうワイングラスがこのガラスコップで飲むと、はい、清酒はそう卵臭くなるんです。うん、これはないんですよ。確かに全然ない。卵臭いっていうのはなんか硫黄っぽさみたいな感じですか。なんかね、あの、うん、酸化してくると、その別の香りが出てくるんですよ。これないんですよ。一般的にその香りが高いね。ノンサイチルって酵母に関してはちょっと脂肪酸がその香りの主体となっているために、ちょっと時間を置いたり乾いたりすると、ちょっと脂肪というかね、蒸れたような、ちょっと一種のフレーバーがなりやすいと言いますけど、そういう意味でもこのお酒はそういう脂肪を主体としたあの香り成分ではない。崩れないんですよ。ここにお世話になって、こういう作業作りをあの現実に見たってことは非常に良かったです、ね。先生、そこまで言うんですか。すごいですね。なんか感想ないですか、ほら。ほらって。勝木先生にここまでね、こう言っていただいて。本人もだけど、蔵の人がね、あ、そう、うん、職人がいるんだよ、蔵には。麹を作るということとね、分析をね、きちんとやる。てるということですよ。はい、そこがね、うん、やっぱり予想と違います、うんうん、はい。それでこの先ですね、袋釣り、一般的に新酒鑑評会に実際出品するのっていうのは絞り機にかけないで袋釣りといって、木綿の布の中にお酒をこう入れて、それをこうね垂らしてポタポタ落ちてくる雫を集めて、あのそちらを出品するんですが、今回9時から販売されるお酒も全く同じ。同じものですね。はい。全く同じなんだね。つまり出品したものと。はい。まあちょっと数ないんですけど。うん、その分ね、はい、袋釣りは全然量取れませんので、もう70本。75本。75本。飛瓶3本。3本。ですくらいですね、はい。めちゃくちゃ希少やね。全部放出するんだ。そうですね。いや、これは本当にもう、日本酒の勉強に、次にはこれ以上いい題材はないかもしれませんね。ただね、私が見てるとね、袋取りはね、はい、下手。袋取り。勝木先生、ちゃんとそこら辺は言っていただいたから、今日は。逆に言うと、もっと来年したら、ね、あの程度の袋で、袋釣りの下手な付き方で、よく取れたな。下げますね、最後に。最後に、ね、しっかりと。あれはね、押しようかな、最後に。下手としさ、あと、鳥瓶の折り引きとかも、すごくね、一歩間違えるとね、濁っちゃったりしてね、うん、折り引きが伸びたりとか、結構大変なんで。伸びしろがあるって。ああ、そう、じゃ怖いですね。来年またじゃあ、この会ができる可能性は、大にしてあると。はい、だからちょっと来年もね、ちょっと同じように、
3連覇どうかっていうね、ところがかかってますので、ちょっとお客様がこれ気になったらですね、ぜひ手に取って飲んでみてください。うん、ちょっと入手難度高いと思いますけどね。はい、それで、こちら来年の九国プロジェクトなんですけど、ちょっと新規軸のなんか取り組みがあるということを聞いたんですけど、はい、ちょっとどなたか説明していただけないでしょうか。まあ、そうですね。まあ、今のメンバー、プラスもう一人。もう一人。はい。参加蔵が増えて、またより技術の研鑽に向けてですね、取り組む。まあ皆さんそれぞれ出品されてるんだけれども、まあそれをさらにこう、みんなでこうまた切磋琢磨できる仲間が。増えるってことですか？加わる。あれちょっとあれですか、富田君が抜けるってことですか？そうですね、まあ、彼は、まあ、来年までです。来年までしてもらって。ちょっとね、頑張ってもらえる人になるんですけど。あれですね、あ、今日、あ、アクセスしてつないでもらってるらしいんですよ、その新入社員に。新入社員に。新メンバー。新メンバー。それで富田君もか。あ、お二人。はい。あ、いた。はい。あ、富田君は今年結果どうでしたか？あ、今年ね、本当に紙一重で残念ながら落選ということなんですけど、まあ本当なんか今日そっちいなくて落選して逃亡したみたいになってるけど、ちゃんと落選してあんまり喋りたくなかった。落選してなんか今日出るの恥ずかしかったらしいです。いや、もう落選して警察捕まって踏んだり蹴ったり。そう、落選したのに警察に捕まって。いやー、もう大変な一年でしたけども、まあでも勝木先生の話をお話聞いてて、なんか来年ちょっと金賞取れそうな気になってきたんで。まあでもね、田中君はね、もうこれ毎日僕ら同じ日にこうもろみを作って毎日分析の交換するんですけど、なんかこう途中ぐらいから田中君は金賞取れそうな匂いしてくるんですよ、田中君のデータだけが。だからそれがもう2年連続なんで、さっきのやっぱこの3の話ですけどね、なんか水なんですかね、本当にもう素晴らしい美味しい酒やったと思います。すごいね、本当ね、うん、じゃあちょっと来年のね抱負。あ、僕ですか？うん、あ、そうですね、まあなんか今日本当にいろいろとまた仕込みの話を聞かせてもらって、まあ、これから本当始まるところなんで、まず、設定をねもう一度リセットして、取り組んでみたいと思いますし、先生もおっしゃったこの水のところをですね、もう少し重心を置いて僕らも考えてみたいと思ってますので、ぜひ来年は、ご馳走していただける側に回れるように頑張ります。もうめちゃめちゃいいとこを予約しようかなと思ってます。いつも自分で行き先、まあまあいいとこを選んで僕がおごるっていう一発スタイルなんで、はい、来年はちょっと逆転したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。わざわざ忙しいとこどうも。じゃあ新入生も接続されてるんですよね。新入生にちょっと帰ってくれます？あら、新入生が彼だったんですね。これはそうですね、先近の薄井和樹くん、薄井和樹さんが来年から登場する。はい、はい、薄井くん、こんばんは。ええ、豊富ピカピカの1年生。はい、なんかすごいアカデミックな回ですね、今日はね。ずっと聞いてましたけど、そうよ、今日はね、宴っぽくないマニアックな内容で攻めてますね。はい、どうですか？いや、なんかもうすっかり巷では金賞の田中君みたいになっちゃっててね。金賞の田中君になってしまってる、ね、もうこれ金賞逃したらもう何も残らない。田中君になる。田中君。初参戦させていただきますけれども、ええ、参戦させていただくには、いただくからにはですね、この田中勝則の鼻をへし折ると言いますか、連覇を止めるのが僕の役目だと思ってますんで。初年度から果敢に金賞を狙いに行くという話ですね。でも千金さんは今年入賞ですからね、9号で。あ、そうなの？いやいや、もう銀賞なんてあれはもうないようなもんですから。ゆうすけさんちょっとさっき自慢してましたけど、そうですね、花を取るんじゃなくてみんなで取るっていうことですね。確かに趣旨を間違えてるような気がする。ちょっと負けん気が出すぎてますね。みんなで取る会話。ただ、先金は志願種全部9なんでしょ？ね、9でないのもあると思うけど、まあ、夏のお酒だけが違いますけど、それ以外は全部9ですよ。だいたい9号の作り方もね、もう習熟してるし、やっぱ
来年はかなり上位に食い込んでくる可能性も高いと思いますので、うん、2人とも頑張ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。あれこれ富田さん、僕が入って富田さんが落ちるとかない？僕が入って富田さんに行くとか、なんかそういうポチバトルみたいなのじゃない。どちらも話しててよくわからない。勝木先生の話から聞かせてください。はい。あの、仮に全部取るでしょ？はい。でも、金賞がいいとか、順番がついてないってことですか？あ、金賞は順番がついてない。うん。順番を公開してないんですよね。公開してない。はい。あるでしょう。本当はあるですよね。そうだ、金賞はみんな仲良く金賞ってことですよね。はい。ちょっとさっき何て言ったの？薄井くん、もう一回話して。ごめんね。大丈夫です。ちょっと先輩。皆さん お忙しいところ誠にありがとうございました。ありがとうございます。はい、そうですね。はい、今日は、アカデミックな内容でございましたが、この田中65ならぬ田中35が、まあ、この作り手のもう本当に最先端を競うところで、まあ、いかにすごいかっていうのをね、技術者の視点が交えて、まあ、忌憚なく本音でお話しさせていただきました。これはちょっと日本酒に興味ある方はぜひね、一緒にこの体験をしていただければ、きっと何かしら得るものがあるのではないかなと思います。はい。最後にですね、来週の宴、こちらはですね、本格焼酎の優、万年さん、はい、宮崎県から渡辺酒造さんが登場されます。司会はですね、あの今年の金賞への道で落ちた七本槍の富田君が、はい、司会をしていただきますので紹介がおかしい、ね、はい、富田君頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。それでは、もう時間になりまして、本日の宴チャンネルもお開きとなります。では皆様、来週もお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。チャンピオン Ha 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 ha!